今日はランブルローズというゲームをプレイします。やっていくぞ、スタート。これはセクシープロレスらしいですもちろんセクシーに釣られて買いました。昔これが発売された時にちょっと買おうかなって思ったんだけど、他にも欲しいソフトあってちょっと金銭的な面で諦めたゲーム最近ちょっと思い出して買ってみました。待ってね、これで結構なんか女の子たちが主人公で、それぞれストーリーモードみたいのがあるらしいので、できることならそれを全部クリアしようと思ってるんですが、ちょっと時間がかかりそうなので、ここをイージーでやっていい？これ難易度なんだけど、なんかね、ノーマルでクリアとかハードでクリアしたから何か得点があるわけじゃないらしいんだよね。だからあんまりストーリーには関係ないから、ヒットポイントとかが高くなって敵も強くなって試合が長引くからちょっとこれはイージーでやります。どういうこと失わないでノー、これでいいのかな、ちょっと待って、これでいいじゃん。あ、で、これで戻らないとダメだとか。で、セーブ。はい。オッケー。やっていこう。
ってもセクシーです あ, あとオープニングがすごく長かったですねいつもオープニングだけ喋らないから、オープニングっていうか何、このタイトル画面に行くまでのムービー中は喋らないから5分ぐらいあったんじゃないよし、やっていこう。これがね、なんか好きな時に一人で遊べるやつで、これがストーリーモード、これをクリアしていこう。で、これだけ女の子たちがいるんだよね。で、なんか一人の女の子両方とも、なんだっけ、ベビーとヒールっていう、あの善と悪みたいな役、いい役、悪い役みたいので分かれてるよね、プロレスって。それの両方があるらしいんだよね。この子だったら普段はベビーなんだけど、ストーリーモードクリアすると裏が出るみたいな。この人は多分元がヒール役なんだけど、クリアすると、ベビーバージョンが出るみたいな。エロいエロいエロロイ。やっていこう。ちょっと待って、何 ?1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 人か。20回クリアするのかやれるかな。とりあえずこの子がメインキャラみたいだから、レイコ、レイコ、日の本、日の本レイコちゃん。ちょっと待って、説明書読むわ。日の本レイコ、属性ベビー、出身国日本、身長170センチ、体重極秘、バスト86、ウエスト66、ヒップ85。伝説のレスラーを母に持ち、幼い頃よりレスリングを習う。母は10年前のアメリカ遠征時、試合中の事故により死亡。姉は18歳の時、母親の敵を討つために渡米、そのまま消息を絶つ。現在女子体育大学のレスリング部に所属する傍ら、生計を立てるためにレースクイーンのバイト中。消息不明の姉の手がかりを探すため、あー RR、 あ、ランブルローズか、参戦を決意だそうですやっていくぜ。なんかこのさ、身長体重とかさ、なんかあのウエスト66センチとかがリアルでいいね決して軽くはないよっていう感じのリアルな肉質で好きやっていこう。あ、できた。ちょっと待ってね、あのね、これコマンド覚える系なんだよね。高場これが結構苦手で覚えられないから多分下手くそ。天国の母さん。あ、喋ってくれ。母さんがマットに散ったこの国で、今日私もデビューします。ふふん。先に修行に来ていた姉さんからは、ランブルローズに出場するって知らせをもらってから、もう長いこと連絡がないけど、でも、この大会に出場すれば、姉さんの行方も何かわかるかもしれません。ふふん。ちょっと、下どっと余ってる私、きっと優勝して、母さんが誇りに思ってくれるような最強のレッサーになってみせます。だから天国から見守っていて。見てるよ姉さんと私を。君も見てるよ今さ、声さ、声優さんどっかで聞いたことあんな、なんかのアニメに出てる声優さんの声、みなみちゃんかタッチの。タッチ自体は見たことないんだけどかっこいい。きた。あ、なんかそれぞれちゃんとかっこいい、この登場場面があるみたい。いいよ、この子ほんとスポーティーな感じでいいね。好き好き。でもさっき説明書見てて、一番のお気に入りキャラ見つけちゃったんだよなかっこいい、正統派って感じだね。てか、あの胸のところにほくろあるのこだわりを感じるこれ作った人のエロいほくろエロい。やっていくぜ。ちょっと勝てるかなあ、これ相手どうなんだろう。あ、もう始まった。なんか敵はランダムらしい。まずなんかね、四角で攻撃で飛べ飛
飛べは分かんないけど、あ、なんか分かんないけど、今三角を連打してたらこうなりました。エロい。いろいろね、なんか技があって、ちょっと待って、失敗した。あ、なんかね、まず四角で攻撃で、で方向キーと三角とかでこうやって、あ、今投げられちゃったけど、待って待って、ちょっと待って待って、え、そんな場外行ってんだけど。やばいやばいやばい、なんかパチ見てる、なんかまたそれ反則だろ。それ反則だろ。ちょ待って、まだ説明してるから。イージーって何だったの、これどうやって拾うの、これどうやって拾うの、欲しい。こちらのも、あ、ちょっと待って、返せ、ちょっと待って、武器なんか捨ててかかってこい。飛べ、ね、三角と方向キーでいろんなとこ掴んだりできるんだよね。でそこから技を繰り出せるみたいな、こんな感じで。股間、股間は良くないです、股間蹴りは良くない、それすごく痛い。女の子もまた打つと痛いからね。こう、おー、あー、ちょっと避けられたんだね今。こうで、リアルな戦い。あ、で丸ボタンでこうホールドみたいのができて、これで3カウントかな、取れたら勝ちみたいな。あとそれとは別に出るかな、なんかある、組んでる組んでる、大体のことは勝手にやってくれる。あ、あとね、これやってる時にあの、あ、アングルを変えられる。右のアナログスティックで。こだわり。よし、ちょっと待って、あ、で飛べ、これで今ね、ゲージが溜まって、この子を立たせるとこの L1 で必殺技が打てる。なんかこれがキラーなんたらっていう、エロい。あ、で今ハートが出たんだけど、あのハートを試合中にマックスまで貯めると、なんかエロい技がかけられるようになるっていう。エロ KO みたいのもあるらしいです。入れた入れた、腰痛めちゃう。やめてやめて、武器武器ダメ、武器ダメ、武器ダメ。さて、掴んでパンツめっちゃ見える。お、あ、これもパンツとか見えるからエロ技なのかな。ちょ、いろいろやっていきたい。2、まだ落とせない。これ拾いたいな。何ボタン、三角、四角、違う、丸か、あ、違う。ちょっと拾えないですが、どう、まだまだ、あと時間も今3分。ちょっと待って、あ、後ろ、エロい。これ大丈夫かな、消されちゃう、まだもうちょっと、かわいそうだけど、ごめんね、女同士だから許して。よしよしっていうか、相手が立った、許さない、痛い。変な方向に曲がってる、それは痛い。もう一回技をたまったので、これでかける。あとね、なんか得点の条件が重なったときにエロい。あ、決まった。得点の条件が重なったときに発動できるオリジナル技みたいのもあるらしい、固有必殺技みたいな。楽しい。高場にはちょうどいい。わっ、スーパーエロス来た。イーブルローズ、イーブルローズ、やっぱりすごい。さっき、あ、これが仇、ね、レイコ。あ、なんか待って、どうして私のこと、まさか、まさかとは。レイコ説明して、まさかとは。説明して、すごいエロスだけど、でもっと好きな人がいるんだ。あ、南国、え、なになに、ああ水着、せっかく可愛い水着着てきたのに、あれ、あ、え、なに、
トロレスリングとかあんの？もしかして歌手のアイーシャさんですよね。アイーシャ大ファンです。あ、ファンなの？だったら何、あのテキサス女が入れ込んでるからどんな選手かと思えばこれじゃ神風ローズも浮かばれないわ。神風ローズがお母さんかな？私精一杯やってる。天国の母さんが誇りに思ってくれるように取り消してよ。あんたもレスラーなら実力で取り消させれば？ほほう、体で分からせてやるぜ。勝負に集中しなきゃ。ただ見ていてね。勝負に集中できないんだよな。勝負に集中できないんだよな。いけるか？マット・ムッド・マー・マッチやばい、泥試合これからの立たせてからのどうだ見えない見えない、アングルアングルからのちょかわいそうだけど、あ、どうだ、アングル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 、今一番気になるのアングル。やばい、これちょっと待って、泥がつくことで裸に見えちゃうのでは。アングル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 、あ、なんかね、これ締め技の時はあのボタンを連打してあの数字が0になると解除されるの。時間内に解除できないとそこで決まるみたいな、試合終了みたいな感じ。あ、エロい、ちょ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 、なんでそのアングルなんだ、こうだよよし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 、立ってもらって、あ、違う、掴みたかった、待て待て、ふん、あ、これ敵がね今カウンターで避けてきてるんだよね。エロい、それさ大丈夫、溺れちゃわない？溺れる溺れる、あ、違う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 、ぼんやりしてた、ぼんやりしてた私がかけられてる、あ、負け負けました、あ、やります、負けもんかじゃ、エロに気を取られすぎた、やばいやばい、離して、痛いめっちゃ激骨されやめてください、飛べ、あ、でもこれ端っこないもんね、打撃はどれくらい効くんだろうか、あ、場外出た掴んで、掴めないちょっとそこ、外にいるからじゃない、どっか行ったぞ、枠外はいいのか、走れないのか、これ飛べ端っこないから、これどうやって上がってる、あ、上がれた、許さない枠外 OK 場外 OK なんだ、これなんか技得意とか不得意あるのかね、あ、私が外しちゃったわ待て、ほら、いける、危ない泥に落としてあげたい、一応ここでアングルアングル、まだ元気、すごいいい体ですねお姉さん、ね、R1 で一応ガードができる、ね、当たる瞬間に R1 とボタンを押すと大体の攻撃はなんとかなるらしい、入ってきて、掴めない来いよ来いよ来いよ、ここで固めて、どう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 、よしよし、裸に見える、よし、待て、まだ決まんないだろう、飛べ、あ、これ飛ばしちゃうんだな、あ、掴めない掴めない、いるかやんのかちょっと待って、ボタンが必殺技とか出してみたいけど、やばい、
あの、気負ってる間はやられる。よし、待て待て、やられるやられる。あ、肩開いてる、こっちが危ない。アップになっていく、アップになっていく、アップになっていく、アップになってる。やばいやばいやばい。こっちは王者、打ってこう。あ、決まった。泥の中で、ちょっと待って、必殺技があとまだあるな。自分がコーナーポストの上、相手がリング内ダウン状態で、L1 ボタン、難しい。稲本先輩、あ、試合感激しました。可愛い子出てきた。先輩って、あなた確か柔道で金メダルの。はい、相原誠です。誠ちゃん。でも自分レスリングはまだまだです。先輩よろしくお願いします。お願いします。ちょっと待って、そんな急に。可愛いお尻。よし頑張る。ファイトー、頑張、誠頑張。よし、私も頑張る。頑張レコ、レコ頑張。ちょっと待って、レコ私が動かしてるから全然必殺技出せない。あ、なんかビーチリング限定とかもあるんだね。そう、あなたがレイコ日の元。エロナース出てきた。ここまで這い上がってくるとはさすがね。私は絶対負けない。負けない。天国の母さんが誇りに思ってくれるような最強のレスラーになるまで、約束だから。天国の母さんね、かっこいい。アンガ、今あなたのそばで地獄を味わってるかもしれないぜ。あ、お母さん生きてるフラグ。一緒に。あ、お姉ちゃんもそういえば。なんだと？ちょっと待って、エロいからみんな好きなんだけど、どうしたらいい？どうしたらいい？でも20回やるのは大変。どうしたらいい？あれだね、あの、あんまりイージーにしすぎちゃうと、あの、なんだっけ、あの、エッジメーターみたいのがたまる前に敵が倒されちゃうから、そこができないね。話してもらって。ちょっと待って、これさ、あ、こうか、方向キー押さないとあれになっちゃう。許さない。そうね、いろいろ方向キーで、エロい。固めたい。どう？これどう？アングルアングル。この最初のカメラアングルが良くないんだよな。自動でちょっと合わせて。では。あ、解除された。やべやべやべ。こっちが固められる、こっちが固められる。やめろ。パイを隠すな。あ、これ弾かれた。弾かれるとあのピオリ状態みたいになる。返される。こっちも返したいんだけど。結構この人掴みを解除してくる。やばい、待ってかれる。私にはイージーでちょうどいい。飛べ。あ、で、これで。違う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 、走りたいんだよね。あ、ん、あ、バツボタン長押しで走る。ここでは一緒か。お、待って、ちょっと待ってね。スタートボタン、今説明書読むから技を。今読んだんだけどさ、難しすぎて理解できない。
難しすぎて理解できない。ほ、やばいやばい、いけられる。敵の技も見てみたい。やばいやばい、飛べ。ここで、あ、ロープ滑りみたいな。よしよし、結構場所によって、あ、よし決まった。ちょっと最初はサクサクやって、あとあとあのエロい技とか拾っていくから。最終的に技拾うわ。今ストーリークリアを狙っていく。エロい。もう感想、あ、ひどい。それありなの？調子に乗るな、この小娘が。怖いよ。あ、来た。キャッツアイみたいのが。いや、キャッツアイこんなに卑猥じゃないか。逃げて、早く。あれ、これママもしかして。記憶が戻り始めた。記憶が戻り始めた。ビーブルローズ、あ、お姉さんの方。ローズついてるもんね。名前でバレてる感じ。あれ、お姉ちゃんなんだ。あ、牛さん来た。レイコ日の本、神風ローズの忘れがたみ、この日が来るのが待ち遠しかったわ。私もテキサスのレスラーに外れなしっていうもの。この人がテキサスの人か。 あなたは大当たりを引いたってわけよ。強気なのはいいけど、後悔しないことね。リングで後悔したことなんて一度もない。どんな強い相手と戦ったって。 OK、 それでこそ神風ローズの娘よ。行くわよ。行くぜ。なんかほんとレイコちゃんは正統派って感じなんだね。よし、やってやんよ。何戦したらクリアなんだろう。てか、あの結構さ、イージーでも強いんだけど。普通に技返されるし。何それそれ、私もやりたい。何ボタンそれ。それ何ボタンなんです。こう。このこう。こう。飛べ。走ってこう。からのコードこう。ちょっと違う。決めていく。アングル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 。おしおし。ほら。あ、今返された。いけ。やばい。え、ちょ、どっち。どうした、どうなってるの。抱っこされた。痛い。待って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 。なんとか。危な。やば。結構かわされる。で。あ、やばい。落とされ、場外プレイ、場外プレイ。返される。いけ。戻してくれた。から落とせる。おし、これも多少効くのかな。まだ2カウント目までもいけないから体力ある。やばい。イーハー。それ何なの。私もやりたいんだけど、その挑発みたいなやつ。何ボタン。よし、立たせて。飛べ。走る。逆逆。それ逆じゃない。こっち来て、こっち来て。お願い、こっち来て。待ってた。ただこっちも食らったんじゃないか説。やばいやばい。いける。体重差ありそうなのに投げれるのに。もうちょい。
殴ってからのこれ。そしてほら、あ、やばい、返された。あちら、何やる。やばい、どっち。あ、痛い、それ痛い。かかってきな。あ、降りた。なんかあの子どっかから落ちたよね。欲しい、あるある。角っこ行くと武器もらえる。やってやんよ、ほら。ほら。ほら。やばいやばい。これ使うしかない。どうだ、やばい、相手もさ、あれだね。こう、あ、やば、外しちゃった。変に連打すると自分で外しちゃう。どう。でもボコボコにしてるけど、相手も溜まっちゃってるから。あ、これさ、中じゃないとあれできないのかな。違う、あの、中に入れてあげたいんです。あ、違うんだよな。違うけど、もう登った。どうしたらいい。敵も悩んでる。飛ぶか。これでこう、どう、冗談、まだ、やばい、沈め、ほら、殺アタック食らうと。こっちが負けるか。あ、違う違う。入れ替わるのやめて、入れ替わるのやめて。届かなかった。これでここ、なんかね、相手もゲージ溜まってると、あの、返されちゃう時あるんだよね、必殺技も。よし、決まった。だいぶ強くなってきた、イージーでも。そろそろおしまい。ナイスファイト、やっぱり母親譲りね、強いわあなた。ありがとう。私、いつか天国の母さんに自慢してもらえるような最強のレッサーになろうって姉さんと誓ったから。うんうん、あなたならきっとなれる。でも最強の座はすぐ私が奪ってみせるけど。ね、この人いい人だね。うん、また戦おう、待ってる。ありがとう。歴史クレメッツ、いいお尻。私のレスラー人生をかけてライバルになりそうな人。強かったぜ。あ、次誰。あ、まことちゃん。あ、まこっちゃんパーツ見えてるけど。あ、殺す、闇落ちしてる。まことちゃん、あ、ヒールバージョン。あ、出てくるキャラやっぱ決まってるかな、ストーリーだから順番でね。次、まことちゃん、あ、ヒールバージョン。やっぱ興奮しすぎてもう喉ガッサガサなんだけど。あ、待って、あと何戦あるの。まことちゃん強そう、寝技とか投げ技とかすごそう。あ、かわいいパンツが。これでこう固める。痛い痛い、ごめんね。見えない。結構どうかな、耐久力はそこまで。待て、飛べ。あ、やり返された。許さない。決まってる？決まってる？これで、あ、この子叩くと返してくるな。立て。立てって言われた。
やばい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 、こっちがやる。こうで、でこう。アングル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 。あ、やった。早かった。体力がないタイプだね。多分技が早いのかな。結構なんかパンチとかは返してくるわ。先輩。ごめんね、まことちゃん。まことちゃん、よかった、気がついて。私、急にどうしようもなく先輩が。まことちゃん。先輩！もうほぼ裸だけど。慣れ合いはおやめ。見苦しい。あ、また出てきた。アナスタシア。アナスタシア。お前のおかげですっかりシナリオが変わっちまった。悪役なの。これはあなたが。この償いはしてもらうよ。一番残酷なやり方だよ。ほほ。待て。どういうこと。なんかあの操ったりもできんの。この世界怖いんだけど。まことちゃんを操。あ、出てきた。なぜここにいる。帰れと言ったはずだ。姉さん、あの時助けてくれたのは姉さんだからでしょ。危険するつもりがないならもう構えてる。お前を倒す。スパイダーマンみたいな。どうしてこんなの。やだよ。レイコを先に進ませるわけにはいかない。そんなことをさせるわけには。え、今あの脳の中で会話してた。今のは自分の中の重いってことかな。てか、お姉さんの体エロすぎるんだけど。エロい体すぎない。しかも、結構しゃがんでる。外れた。これで、あ、ロープできる。あの、ボヨンってやつ。ロープに効果があるのかがわかんない。待て。こう。どう？エロい。今のエロい。しかしどうやってやったかはわからない。なんか勝手にボタンを押してるうちになる。ほら。足足。固まる？どうじゃ。尻尾ついてんね。お尻を。やばい、返される。やばいやばいやばい。こう。こうか。こうか。こうか。よし。よけられてよけられて。やばい。相手が溜まる前にこう。ここで行く引かない。いいよ。すごくいいよ。あ、決まった。よしよし。あの牛のお姉さんが一番強かったんだけど、体力あんのかな。なかなか決まらないっていう。姉さん。違う。私は小さい頃母さんと3人でいつも練習してたんだもん。肌を合わせればわかるもの。肌を合わせる。茶番はいい加減におよし。イーブルローズ。あ、来た。いえ、藤子日の本。藤子、せっかく強化してやったのに無様ね。実の妹に負けると。あのナース、あんなにもう悪いやつなの。レディー X のテストができるのは血を当てたお前しかいないと思っていたな。感動の親子対決は。あ、やっぱお母さんもいるんだ。レイコに任せるとしよう。そんな、まさか母さん、母さんが生きてるの。なんだと。違う、母さんは死んだ。レディー X は、あれは母さんなんかじゃない。え、何レスラーだ。最強の盾と矛を持つ格闘家。そのレスラーをマテリアルに
軍事目的で開発された次世代兵器。軍事目的。それがレディー X。 その操り人形に神風ローズの格闘遺伝子を移植したのよ。そう、そしてあなたのお母さんはレディー X として生まれた。ナットサイエンティストみたいな。騙されないで、レイコ。レディー X を倒すのよ。私たちの手で神風ローズの母さんの伝説を守るの。すごい真面目な話してるのに、おっぱいがたゆんたゆんしてるのしか見てない。入ってこない。さて、どうする？肌を合わせてみればわかるかもよ。エロい。全然話入ってこなかった。でもお母さん軍事利用されるところなの。そんなに強いの、プロレスって。でもみんな結構さ、身体能力すごいよね。ジャンプして飛んでくるときとか。あ、来た。違う、お母さんのくだり一個も聞いてない。登場シーンとか全然見てないんですけど。これお母さんなの？エージェントみたい。スーツ着てる。お母さん、私です。お母さん、私を覚えていますか？やりたい。こうだ。お母さん、久しぶりです。親子対決。高場にもこういう時期あったな。お母さんと殴り合う日々が。若い頃はね。高場母とプロレスを。あ、やめて、お母さん。娘の娘をそういうことするのやめて。お母さんが恥ずかしめてくる娘を。やめて、お母さん、許して。あ、虐待虐待。虐待虐待虐待反対。やめて、お母さん。走って、ほう、よし。そしてお母さん、よくもさっきはやってきた。あ、返してきた。やばいやばいやばい。返して。お母さんより早くポイント食べたい。いや、お母さん。お家の外に出された。締め出された。悪さをして。お母さん帰ってきて。正々堂々と家の中で勝負しよう。ご近所に迷惑だから。いや、なんだって。しかもちょっとこの、なんだっけ、レディー X、 うちの母親に似てる。ガゼやる気出てくる。お母さん、許さない。うちのド S な母親に似てる。こう、そしてこう。どうだ、お母さん、どうだ。まだ強い。これ、こう。溜まる前に。いけるか。2カウントいけ。よし。決まった。どうやら私の勝ちのようだな。母を超える時がやってきた。ありがとう、お母さん。強く生きていくから。あ、どうした。やばい、第二形態みたいな現れた。強そう。こんなもののために姉さんや誠ちゃんが。もう迷わない。本当に第二形態。こいつは母さんなんかじゃない。こんな奴に母さんの名は汚させない。母さん、やばい、まだバトルあった。強そう。あ、全然力を出してなかったのね。やってやんよ。てかさ、あのお腹の部分とか腕の部分は機械っぽくするのにさ、胸とかはしっかり残しておくんだね。何、生物兵器として使えるように。あ、強い、お母さん強い。お母さん強い。お母さんが本気出してきた。母の強さ見せつけてくる。強い。負けられない。うちの母親はすぐ小村帰りになるから、そこを狙っていく。こう。やばいやばいやばい。こう。許さない。足狙ってく。どうだ、足をつればいい、これで。どうだ、痛いか、どうだ痛いか、どうだ痛いか。やっぱ強いな。なにやれ。なにそれ。怖い。夢に出る夢に出る夢に出る。やめて。
私のお母さんそんなんじゃない負けるお母さんロケットパンチ持ってるお母さんロケットパンチ持ってる、やばい、もう弱ってる決まる返せなかった、強い待って、これイージーだよね、負けもんか、ダメダメダメ、こう、ほら遊んでる暇がない、固めて、ほらほらほら、どうだどうだどうだ、押しで蹴って固める、これからのこうからのこうからのこう、ちょっと弱らせる、まだ決まんない、からのこう固める、固める、固める、よし弱ってきてる、からのこうからのでこう固める、いけるいける、やっぱ相手にちょっと攻撃食らったらこっちも弱るね、パワーが、あの蹴りからの危ないこう固める、固める、今カメラに構ってられないもうちょい、よしからのこうからの3発ぐらい入れて、このこう固める、よしいける、勝ったちょかっこよく技使いたかったけど先に決まってしまった、勝てるならそれでいい、結構強い普通に負けるわ、お母さんいけあの世に行かせるつもりだった、まことちゃんの分、まことちゃんの分、これは姉さんの分、そしてこれは母さんの分だ、うーりゃー、いけ、かっこいい、あ、爆発した、見ていてくれ、母さん、あたし強くなったよ、お母さん見ててくれた、貴様ら、よくもあたしのレディー X を、この人が黒幕なんだね、私これからもリングの上で傷ついても歯を食いしばって生きていきます、母さんの誇りに思ってくれるように最強のレスラーになる日まで頑張れ、姉さんと一緒に、そうでしょ姉さん、姉さんいない、あれお母さんもいなくない、あ、マスクが、あ、クリアクリアした、え、お母さんはさ、もう亡くなってて遺伝子をあの機械に植え付けた偽物ってことなんだよね、レディ X は、お母さんの意識とかがあるわけじゃないんだよね、お母さんの肉体を改造したわけではないから、多分お母さん生物兵器になるぐらい強かった結構楽しかった、あっという間に終わったけど、え、でもこれあと20回やると思ったらちょっともうついてこれる人だけついてきてくださいせっかくあるからやりたいよね、他のこのストーリーも楽しい、でもあ、でもせっかくだからやっぱエロ技かけたいね、それはあの最終回あたりで回収するわ、じゃあエロ技集みたいのとして、あとやっぱ何特定条件の必殺技が結構あるみたい、あのビーチじゃないとダメとか、コーナーポストの時じゃないとダメとかがあるみたいだから、それも貯めたりしながら、ふんふん、難しい難しいけど面白い、いやこれイージーでこのレベルだからノーマルだとすごい長引きそうだね私の腕じゃ、いや、やっぱサクサク回収していこう、
まだいっぱいいるからね。あと9人あれ、私の好きなキャラまだ出てきてないから私の大好きなキャラいたから出てくるかな。いや、やっぱセクシーでいいね。このみんなさ、ムチムチしてるところいいわあのなんだっけ、さっきのさ、牛柄のテキサスの人とかだったら身長180センチで体重65キロ、リアルかな。もうちょっと重くてもいいんじゃないかなって感じだよね。180センチなら筋肉もあってお肉もついてるから70キロぐらいでもいいんじゃないかなっていう。バスト92、ウエスト72、ヒップ90いや、バストこれ98とかあると思うけどね。リアルな感じに、お腹の分かってるね、これ作った人は。あ今の人、私が一番好きなのすごい好き。ちょっとFF のキスティス先生に似てるよね。エイトかな。でもキスティス先生よりもエロい好き、愛している。頑張ったね、ペコちゃん。お姉ちゃんのストーリーもあんのかな。じゃあそこで話がわかるみたいな。オッケーオッケー、やっていこう。あれ、ボタン押すけ？押すよ。スタート押した。あ、ストーリーモードが？新しいコスチュームが？ギャラリーの？早い早いギャラリーの？早い。なんか見られるようになったらしい。クリアしたから。なんかね、あ、そう、おまけみたいなやつもあるらしいから、それも最後に。回収ってことで、とりあえずセーブして、でどうなる。あの裏側が出たかな、シールバージョンみたいな。あ、出てる出てる。これ今レイコちゃんのベビーバージョンとゼンの方だね。こっちがヒールバージョン、悪の方。あ、悪くなってる、悪い子になってるでも好きでも好き。エロくない、そのライダースーツみたいの。てな感じでやっていくかな。どうしよっか、次このままレイコちゃんやっちゃうかだね。これどんな風に上げる動画あ、じゃあレイコちゃんの表裏クリアして1本って感じにしようかな。ちょっと長くなっちゃうけどね。またで他の人も表と裏やって1本みたいな感じで、そしたら10本で終わる。おまけやって11本か。それにしよう、じゃあごめん、あ、もう長時間動画になっちゃうけど、お付き合いいただける人はお願いします。やっていくぜ。まあ誰も見てくれなくても高場はやるよし行こう。今度レイコちゃんのヒールバージョン。ストーリーもちゃんとあんのかな、裏で。天国の母さん、母さんがマットに散ったこの国でデビューしたのはもう昔のことのように思えます結局姉さんのことも分からずじまい。イライラが募ってラフな試合を繰り返すうちにいつの間にかヒールに転向。あ、ヒールの方行っちゃったのね。世間の風は冷たかった。そんな私を拾ってくれたのは、私と同じ行き場をなくしたロンリーエンジェル、ロードウォリアー、コブラ会。コブラ会世間じゃ鼻つまみものだけどピュアなハートは誰にも負けない素敵なやつらグレてる、ちょっとやさぐれてる。慕われるまま都政の義理で今じゃ頭張ってます勝てば邪道、負けても下道の地獄街道を流れた湘南コブラ会総長レイコ。レイコ名前変わってる、漢字変わってる。よろしくよろしく好き好き。意外と心は純情なところ好きわあ乗ってきた改造車
ハンドルが高い。かわいいじゃん。すごい足広げて乗ってる。その顔の傷どうしたの？喧嘩でついたの。コブラ巻いてあるとこちょっとエロい。太ももに。エロい。この胸のところ。クイーンコブラって書いた。クイーンは読めたぞ。ちなみに目はカラコン入れたの？あれ元から緑だったっけ？カラコン入れてんのそれ？いや多分ベビーの時は茶色だね。目説明書はカラコンかな。よしやってやんぜ。ちょっとストーリーがどうなるのか気になる。最後いくよ。よし、こうで、こう。立てこら。声も違う。どうだ。恥ずかしいか。こうこうこう。どうだどうだ、アングル。こうで、こう。あ、返された。あ、返した。強い。結構技が変わってる。ヒールだから立てこら。あ、これ恥ずかしい。メルみたいのはヒールの技なのかな。結構相手を恥ずかしめるみたいな。チェスト。よし、いいよ、すごくいいよ。からの掴めない。こうこうこうからのひっくり返してばっか。こう、どう、だだだだだだだ、こうか、こうか。こう、どうだ。チェスト。まだ決まらない。これで、で、立たせて、立て、立たない。あ、北側にいるからか。立ってもらって、足。立てこら。で、こう。立たせないと必殺技入らない。いけ。あ、技違うね、やっぱ。どう？顔に顔にお股が。立てこら、飛べこら。蹴りもちょっとヒールっぽい感じ。立てこら。こう。あ、返された。ほら。お。で、固めまして。こう。で、今回はパンツ見えない。これで。どう。いける？チェスト。まだいけない。これぐらい弱ってる。固めていく。よし決まった。オッケー。ちゃんとストーリーあるのかな。喧嘩上等、ご意見無用。こっちも好き。あ、お気に入りキャラ。あ、あんまりないかな、メインストーリーみたいな。もうどんどん倒していく感じ。
あ、ダメ。個人個人みたいなのなさそう。どうしよう。あ、危ない。許さねえ。立てこら。こう。でも、あんまりズボンスタイルじゃ、パンツスタイルじゃ、こうか。たまに武器が分かんなくなる。どうだ？どうだ？あ、これ恥ずかしい顔にさせてる。恥ずかしめられる。さすがヒール役。これで。お互いパンチ効かない。飛べこら。これで。こう。立てこら。立ってもらってこう。よし。ちょ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 、アングル。こう。こうで、ほら、やばい。やられる声かわいい。やばいやばい、こっちがやられる。助けてー。あれ持ち上げられるとすごくない？起きて起きて。行け。固めて。首危なそう。やばいやばいやばい。なんか表より裏の方が強いイメージ。叫んな。もうちょい。ほら、こう。どうだ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 。あ、エロポイントたまりそう。あ、でも決まっちゃうかも。エロポイントたまりそうだけど、なんかない、なんかない、エロいのなんかない？エロいのなんかない？エロいのなんかない？なんかない？エロくはなかった。ほら！こう。いけそうでいけないな。やっぱノーマルぐらいでやった方がいいかな。もう弱ってる。ふん。叫んな。まだ元気。許さねえ。よし。こうじゃ。お、新しいの。これは芸術点が高い。よし。いいよ。イベント入る。喧嘩上等、ご意見無用。あ、もう全部この感じでいくんだね。裏はオッケーオッケー。次は誰？あ、ドロレスリングあるか。すっごいお天気いいね。あ、初めて見た。で、乱れたよ。こう。なんか、あ、おっぱい踏んでる？それ痛いやつ。これエロポイントたまる。立てこら。やっぱあのヒールはエロポイントたまるね。あ、あ、決まっちゃった。早い。おっぱい痛かったのかな、やっぱ。さて、
これめっちゃ早かったね。喧嘩上等ご意見無用。ちゃんとさ、あの水着もコブラ柄っていうか何それ、コブラ側本物入ってきた、決まってる、かっこいいよ。次、もうほんと裏はサクサク倒していく感じなんだね。最後だけ多分イベントあるかな。あ、来た母の敵、どうしたこれで、あ、違う、こう固めたい、こう、こう、離せ、どうだレイコちゃんの方に合わせちゃうな。許さねえ、こう返された、こう飛べこら、こう、あ、掴めないあ、コーナーポストでグリグリしてる、また早い、調子に乗るな。この丸ボタンさ、途中でやるのは意味あるのかな、弱らせる効果ある、わかんないんだけど、こうか、こうだな、これいいよ、芸術点高い、あ、ギリギリこう、お、新しい、お恥ずかしい顔をみんなにお見せするこれでだいぶ精神的攻撃調子に乗るな。でもだいぶ弱ってる、飛べこら、あ、落っことしちゃった、これ連れてこないと、あ、やられる、逆に痛い、やばいやばい、リングに上がって、リング上がって、リング来てもらわないと、ほらで、こう、こう、そしてこう調子に乗るな、まだいける、立ってもらってあ、違う、立たせたい、立てこら、こうで、こう、どうだ毎回首が心配になる、よし、決まった、やったぜ、やっぱあのスペシャル技やりたいな喧嘩上等ご意見無用、自分がコーナーポストの上に登って相手リング内ダウン状態、あれかな、ダウンしてる時に自分は立って上で必殺技ってことか、あ、レイコ日の元、イベント起こった、こんな形で再会するとはね、何があったか知らないけど、人違いよ、私はコブラ会総長レイコ、オーケー、私も過去は捨てた女、あ、牛さんも人のことをとやかく言うつもりはないわ、とっとと私の島から出て行ってもらえるかしら、闇落ちしてる、あんたも警官の端くれなら分かってるでしょ、チームの頭がはいそうですかと引き下がるわけにはいかないことくらい、かっこいい、それもそうね、話が早くて助かるわ、公務執行妨害で逮捕する、あのヤンキー対警察みたいなどっちも卑猥なんだけど大丈夫、わいせつ物なんたら罪にならない、大丈夫なの、こんな露出して大丈夫なの、いける、よし、パンチ強いな、ほらほら、こうだ、どうだどうだ
観客が大喜び。王者で方向がちょっと分かんない。こうで気を出せて、こう痛今の痛そう。こうやめる。どうだどうだ、効果間に合わなかった。こうこの人はすぐ投げてくる。あーこれやりたい。ちょちょちょ、できなかった。飛びこら、こうかあ、この恥ずかしい恥ずかしい顔にさせるやつ。でこう立てこら、でこう、あ、返せた。おしこうこれがお気に入り。これで、あ、押したい。どうだ、ちょっと見えない。足で見えない。やばい、返される。やばい強烈なビンタと、あー首が、やばいやばい、叩かれる。行くしかない。あ、ちょっとコンボ入れてからの方が良かったね。今度は元気か、やっぱり。やばいやばいやばい自らそんな。負けるもんか。こっちはまだ大丈夫。ほらほら、よし飛べこら。これやっちゃうんだな。あ、これここでちょっとビンゴポストみたい。固める、とりあえずこうだ。よし、まだ元気そう。こうかこうか、でも方向が分かんない。こうこうこう、ちょ、なんで今のアングルでよかったのに。こう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 、あ、たまる。許さねえ。こうで、こう、やばいやばい、やばい。やばいやばいやばい、こっちがやる、こっちがやる。固めな固めな固めな。だだだだだだだ。ピヨンだピヨンだ、やばい負ける。おくびったらやられる。やばい、負けるもんか。エロを狙い出すと負ける。こう、あー、これ結構返されちゃうんだよね。よし、こうこうこう、どう、もうちょいできるか。まだ溜まってないのこれ。許さねえ。もうちょっと、もうちょっとエロ、もうちょっとエロ、エロ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 をくれ。これ何、アングルもポイントに加算されてるの。エロが欲しい、エルコフで。待て待て待て、あ、やば、キュこっちが食らった。いや、あのゲージがもうちょっとで溜まりそうだから、やばい、決まっちゃうかな。頑張れ頑張れ、まだ返せる。でもだいぶ弱ってる、まずい。
エロいのちょうだい。エロいのちょうだい。エロいのちょうだい。どう？もう行ったんじゃない？あ、来た。エロモード入った。これで必殺エロ攻撃が打てるはず。立て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 。こう。来た。どう？お、芸術点、芸術点。アングルが、アングルが。アングルが難しい。こういう、なんか、エロゲージが溜まると、エロモードに入って、エロ KO ができる。ふぅ。なかなか疲れました。レイコ。ん？なんだ？日本に帰って神風ローズの名を継ぎなさいと言ったはずです。どこのどなたか知らないけど、これお姉ちゃん。私は小倉会総長レイコ。レイコ違いよ。レイコ違いの。もし私が日の本レイコだとしたら、あんたはなんかキューティーハニーみたい。私の姉さんだとでも言う。それはもう何もかもそう。何変わっちゃったの。そうかもしれない。これからどこへ行くつもりですか。さあ、勝てば邪道、負けても下道の地獄街道を流れて行く先なんてわかんない。普通には喋れないのかな私。こんなリーコは嫌いです。好きだよ。あ、おしまい。お姉ちゃん対決とかもないんだ。一応曲流れる。あ、これテーマ曲なのかな。あ、やっぱさ、あの裏側はあれだね、さっぱりっていうか、途中はイベントなくて最初と最後だけって感じかな。あ、まあこれなら回収早いかな。ちょっとエロ技も打てたしね。あの初回以外はスタッフロール飛ばしちゃおうかなって思ったんだけど、曲違うから流しとく一応。シコック作ってくれたしね。書いてある人変わったりするかな。多分一緒じゃないかなって思うんだけど。こっちのレコちゃんも好き。レコちゃんこのまま旅に出んの。コブラ界の霊子として。あ、同じ曲に戻った。あ、じゃあこっからはいいか。こっからはじゃあスタート押す。押し。コスチューム、アート、ムービー、オッケー。こんな感じで。ちょっとこの先もしかしたら戦ってるシーンもダイジェストになるかもしんない。ただストーリー見たいよね、せっかくあるから全員分。まあ楽しいから高バーやってて。ただちょっと同じ技ばっかりになっちゃうな、私がやると。うまいことタイミングとかね、なんかあの倒してる時にさ、なんていうの、三角と方向キーを押すんだけど、ちょっと向きが難しかったりしてね。固まるときと固まらないときあったりして、固められるとき。あ、で、あ、これで2人とも OK ですね。あ、じゃあ次はこのまことちゃんやるか。この表と裏みたいな感じで、じゃあ動画分けてこう、ここで。待って、ここまで何分なんだろう。ちょっと待ってね、調べるわ。やっぱここまで1時間ぐらいあって。あ、まあ、いいか。初回は多分ちょっと長いかも。最初のオープニングとかあったしね。説明とかあったから。まあ、じゃあ一人一動画って感じでやっていこうかな。あ、じゃあ、そうだね。また続くということで。あ、じゃあ一回一回切るか、ここで。じゃあ次、まことちゃんということで。じゃあここまで見てくださった皆様、ありがとうございました。じゃあまた次、まことちゃんよかったら見に来てください。
最後までついてこれる人がいるかは分かりませんが、高場は最後までやります。それじゃあまたねー。